クラティンデーンは、チャリアオユーウィッタヤーが開発した、甘味料入りの無炭酸エナジードリンクである。東南アジア、東アジア、その他165カ国で販売されている。チャリアオは、東南アジアに生息する大型の野生の牛、ガウルからこの飲料の名前を取った。クラティンデーンのロゴの2頭のお牛は力を表し、赤は忍耐を意味し、そして太陽はエネルギーを象徴している。 2012年に88歳で亡くなったチャリアは、超億万長者となった。チベットのポタラグーの前、レッドブルブランドのクラティンデーエンの缶が飾られている。クラティンデーエンは1975年に考案された。水、砂糖、キビ糖、カフェイン、タウリン、イノシトール、ビタミン B 群が含まれている。1976年に、 タイの農村部の労働者のための清涼飲料として導入された。子イ EO のサラブット・ユービデュによれば、最初はあまり人気がなく、この商品は他の商品とは全く違っていたので、チャリアオは他の競合商品が集中している都市部ではなく、まず田舎の市場に焦点を当てた。労働者階級のイメージは、ムエタイの試合のスポンサーになることで高められ、 2匹のレッドブルが突進し合うロゴがよく表示されていた。クラティンレーンは自国の市場であるタイでは M-150 に主導権を奪われ、同国のエナジードリンク市場では現在3位であり、2014年にはわずか7%の市場シェアしかなかった可能性もある。タイ市場向けの製品はオーストリアの企業家ディートリッヒマテシッツが配合した世界的。 ブランド、レッドブルとは別会社である。ドイツの歯磨き粉メーカーブレンダックスの国際マーケティングディレクターだったマテシッツは、1982年にタイを訪れ、クラティンデーンが自身の自差ボケに効くことを発見した。マテシッツは、チャリアオの TC ファーマシューティカルズと協力して、配合や成分を欧米人の好みに合わせて調整し、1987年に、 レッドブルを発売した。この二つの会社はよく間違えられるが、異なるターゲット市場に焦点を当てた別の事業体であり、互いに連携して運営されている。現在、レッドブル社はユーウィッタやアケが株式の51%を保有しており、ユーウィッタやアケはヨーロッパとアメリカでこの飲料の商標を所有している。容量比で見ると、 クラティンデーンは、レッドブルよりもカフェインが33%少ない。クラティンデーンは 150ml ボトルあたり 32mg のカフェインを含むのに対して、レッドブルは 250ml ボトルあたり 80mg のカフェインを含む。ありがとうございます。